物流街道日泉上人お示しくだされましたご教科でございます。換算計第23日目、お手元の大衆は23ページをお開きください。本日のテーマは時期にかなった仏法といただいております。まず音題を拝見させていただきます。末法は下種の妙法五字ばかり本門留通と申すなり。またもう一つのご指南音題には本門留通不協行僧とお示しでございます。大意を見てまいりますと、時代の流れとともに社会の仕組みも私たちの衣食住もどんどん新しくなり便利になっています。仏法も同じで、末法という現在は法華経の肝心上行諸伝のお題目のみが人々を救う唯一の教えであるとお示しのご教科です。ご指南は後ほど拝見をさせていただきます。ご教科を再拝させていただきます。仏法も当政府の修行あり妙法御字は時刻相。さてご教科の上の句に当政府と、ございます。当政府とはその時代に流行の風俗風習や考え方であることという意味でございます。つまり現代時代に適応しているということでございます。例えば現代の生活は大意の中に書かれておりますように、時代の流れとともに社会の仕組みも私たちの衣食住もどんどんと新しくなって、私たちが生活しやすいようにどんどん変わっております。これは私たちの生活が今の時代に合わせて適応してどんどん進歩してきているということでございます。それでは私たちがいただくこのご信心の教え、この時代に合った修行とは何なのか。ご教科の上の句当政府の修行についてお祖師様のご妙判を拝見いたしますと、今末法にいるぬれば余経も法華経も線なし、ただ南無妙法蓮華経なるべしとかようにお教えをいただきます。今の現代末法という時代に生きる人々のためには諸教他の教えはもちろんのこと、法華経による悟りの修行も役に立ちません。ただ南無妙法蓮華経のお題目だけが私たちを助けていただける救済の根源であるとお教えをいただくのでございます。しかしそのようにお教えをいただいても、お祖師様のご妙法の中にそのように教えていただいていても、今の現代にお祖師様はいらっしゃらないから、本当にこの末法という時期に合っているのかわからないんじゃないんですかという方もいらっしゃるかと思います。しかしそうではないのでございます。私たちがお唱えさせていただいている南無妙法蓮華経のお題目は仏様がお残しくださったものでございます。仏様ご自身がいなくなられた後の修行、つまり今この現代に生きる私たちを救わんがために、誰もがさせていただける修行としてこの南無妙法蓮華経のお題目を仏様がお残しくださったのでございます。ですから開道上人はご教科の下の句にて妙法御字は時刻相応とお示しいただいているのでございます。時刻相応の字の字
時と書きますけれども、これは時代や時期に合っているかどうかということでございます。また自国相応の国、この国というのはその土地や習慣に合っているかということでございます。本日いただいておりますテーマの時期にかなった仏法というのは、この自国相応の時の字の意味のことと当てはまるのでございます。ですから私たちがお唱えをさせていただく南無妙法蓮華経のお題目は、今を生きる私たちにかなった教えなのだと教えをいただくのでございます。先日、新聞の中の広告の中に、旅行の広告があって、ちょっと一文気になったことがあったので、ちょっと読ませていただきますと、一味違った京都旅行をしてみたいという人はお寺で座禅体験はいかがでしょうか。せわしない日常から離れ、静かに自分と向き合う時間を持つことは、単なる観光旅行とは違った満足感が得られると思います、って書いてありました。もちろん仏流宗で座禅はいたしません。しないでくださいね、皆さん。皆さんもご存知の修行って言ったら、滝に打たれたりとか座禅だっていうことは簡単に、イメージとしては簡単に出てくるんですけれども、でも今の広告の中の内容を読みますと、せわしない日常から離れ、静かに自分と向き合うって書いてあるんですね。言い換えると、せわしない日常から離れないと座禅っていう修行はできませんよっていうふうにも捉えることができます。座禅というのは精神統一をいたしますから、周りがうるさいとなかなか精神統一をすることはできません。そうすると誰もが座禅でしっかりと修行を日常的にできるかというと、そうではございません。もし家でしていても周りの騒音であったり、もしかしたら宅配便の方が来てインターホンを鳴らしたら、一瞬で精神統一はもうすぐ崩れてしまう。それこそ修行にはなりません。しかし私たちのお題目はどうかと申しますと、誰もがどこでもさせていただける、誰もが簡単にさせていただける修行でございます。お家にご法然がある方はお家で、懐中ご本尊をお供されている方は懐中ご本尊に向かっていつでもお換金をさせていただくことができる。仏様がお残しくださり、お祖師様が私たちへとお伝えくださったのが、この南無妙法蓮華経の上行諸伝のお題目なのでございます。本日のご教科には音題が添えられておりまして、もう一度拝見をいたしますと、末法は下種の妙法、五時ばかり本門留通と申すなり。またもう一つの音題には、本門留通不協行僧とお示しでございます。どちらにも本門留通とございます。これは簡単に申せば、我も唱え人にも唱えせしみるということでございます。本門留通というのは、教えを実践してその教えを今度は他の人に勧めさせていただく。私たちで言えば、やはりお題目を自分で唱え、また他の人へそのお題目を一緒に唱えられるように勧めさせていただくことでございます。正しい教え、正しい修行だからこそ、自分自身はもちろんのこと、相手も救っていただける。だからこそ末法という時代には、上行諸伝のお題目を唱える、お題目を唱えることが時期にかなった修行であると心得て、我も唱え人にも唱えせしみる菩薩行に精進することが大事と教えをいただくのでございます。大衆掲載のご指南を拝見いたしますと、時期を失いたる仏法は仏のご本人に背くゆえに、おいおい衰微すとかようにお示しでございます。時代に相応しくない教えは、仏様の御心に背くゆえに広まるどころか衰えていく。反対に上行諸伝のお題目という時代にかなった教えを伝える菩薩行をさせていただけば、必ずその教えは広まるとお教えをいただくのでございます。どうかお互いは
今の仏法という時代には上行諸伝のお題目を唱え重ねることが一番の修行と心得て、そのお題目のありがたさを伝える菩薩行に精進させていただくことが大事とお教えをいただきますご教科でございます。ゆえにご教科に仏法も当世府の修行あり、妙法御寺は自国僧。本も八本書見上行書で本人下手の南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。皆様お参詣ありがとうございます。婦人会よりご披露です。ありがとうございます。はい、28日毎朝冷たい寒さですが、お寺へ着きますとほっとします。風邪インフルエンザなどはなかなか抜けず、本当に収まりませんので、ウイルス手洗い必ず行ってください。肝供養接種、中村瀬子、石川澄子、梶智則。昨日の寺内清掃ご奉公者、堀田康二、堀田豊、堀田茂子、中村瀬子、黒崎俊子、須山美春、ごめんなさい、須山明美さん、大川美智子、一丸澄郎、小泉美優、一丸敏郎、小泉美代子、柴田英子、松本立夫。本日の極洋当番は壮年会、青年会です。以上でございます。ありがとうございます。続きまして三経部よりご披露です。ありがとうございます。ちょっとじゃあ時間いただいて今非常にこう野菜が高いということで、大根も1本も300円から400円する時代ですけれども、まあ明神寺も朝の味噌汁の具を作る調達するのになんか大変ご苦労されているようで、である方がまあスーパーにこう味噌汁の具を大根にしたいということで買いに行かれましたら、まあその値段だったはずがまあ、1本100聞いた話だと137円ぐらいの特売品だったらしいんですよね。で本人喜びさんで5、6本持ってレジに並んだら、お客さんこれは特売品だから1人1本ですよって言われたって。でもどうしてもその方は多分心当たりの方いると思うんですけども、どうしてももう欲しくてしょうがないということで、まあ5本はしぶしぶ返しに行ったんですけれども、じゃあどういうふうにしようかと考えたときに、1本買ってまた隣のレジ行ってまた戻って、で時間を置いてまた買って、まあ目的の6本を手に入れたそうですけれども、ということでまああと10日間、あと何時でしたっけ、来てますかということで、まあ皆さんこれから朝のご供養いただくときには、今まで以上の感謝を込めていただいてほしいなと思います。よろしくお願いします。それでは昨日の参詣者数をご披露いたします。参詣当番教区は七の日の当番上星川教区です。一部8名、二部7名、計15名です。続いて各教区、三沢教区32名、あ33名、
内訓下4名、新興教区23名、内訓下1名、臨港教区15名、新横浜教区23名、内訓下2名、若葉教区10名、保土ヶ谷教区7名、臨海教区32名、内訓下4名、旭教区14名、戸塚教区23名、内訓下2名、泉教区8名、寺内18名、内訓下5名、他寺院その他16名、内訓下2名、合計237名、内訓下20名でした。ご披露は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は神奈川府教区のファミリー会の皆様が明神寺に朝参詣をしてくださっておりまして、というのもお寺カードという企画がございます。明神寺の本堂玄関に入っていただくと、神奈川府教区管内寺院15個のそれぞれカードを作りまして、それを集めようという、他寺院参詣を通じて信心増進をしようという企画でございます。今日はそのお寺カード巡りのツアーということで、明源寺の浜田源氏が引率をされて、神奈川府教区の皆さんそれぞれお参詣をいただいて、これから神奈川横浜市のですね、6カ寺ですかね、5カ寺、5カ寺をお参詣それぞれされるということでございます。ぜひともお声掛けいただければと思います。本日は10時から大日本堂和室で、今年初めてとなる新入信登校報酬をさせていただきます。これは新しくご新人をされた方、あるいは長くされてもなかなかご新人のことがわからない、あるいは教家をした教家子の育成にどうしたらいいかわからない、そういった方々のための本当に初心者に向けたお講でございまして、1回目は聖光師がお功績を務められて、無私以来の意味についてご訪問というか法話をしていただく予定となっております。この新入信登校は毎月開催をする予定となっておりますので、ぜひとも育成ご奉公に活用いただければと思います。また10時半からは門祖への人事打ち合わせということで、それぞれ門祖へのご奉公も準備ご奉公すでに始まっております。2月1日が第1回の参詣確認日となっておりますので、皆さんで門祖への松陰もお互いに励ませていただきましょう。ご披露は以上でございます。本門八本所見上行所伝本人下手の南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。